線転がし。はい、どうも皆さんこんばんは。 IFM のジンです。塩です。この場所ですね、昔、ま、おせんという女の子がいたんですけれども、その他にもですね、この現代になってから女性が暴行されて崖から子供たちと一緒に突き落とされて殺害された、そんな場所でもあります。ちょっとね、悲しい場所ではあるんですけれどもね、検証していこうと思います。では行きましょう。で、場所自体はもう崖なんですけど、トリフィールド念のためつけていきます。はい、感知しましたらピッて鳴りますので、その時はまたお見せします。この汚染転がしがある場所、崖でもう本当に海っぺりなんですよ。以前ですね、この塩くんと昼間に来たことあるんですけど、まあすごかったよね。海綺麗でさ、うん、すごい綺麗だ。海は綺麗だった。風すごくってね、風で本当に吹き飛びそうになったんですよね。台風よりすげえ風が吹いてて、星綺麗だね、ほんと明かりがないからね。ねえ、虫か、トリフィールドかと思った。マジで聞き間違えるわ、あの音聞いちゃうと。行かないでとあるぐらい、もうすぐ崖なんですよ、ここ。確実に死にます。場所自体はこれだけです。失礼します。ちょっと読めないですね。なんちゃら女汚染の日と書いてありますね。汚染ちゃんの日ですね。こう、あれ以前前来た時は立ち入り禁止看板あった気がするんですよ。ないっすね。よいしょ。あー、かすめる。もちろんもちろん。これ以上登れない、本当すぐそこなんですけど、わかりますかね、崖です。もう切り立った崖になっています。ここから落とされたらひとたまりもないかと思います。フィールド反応はないんですけども、一応ね、ここでスピリットボックスやっていきます。こんばんは。この崖の場所、過去何回も悲惨なことが起きている場所と聞いております。実際あったことなのでしょうか。一回カメラ切り替えまして、ディネクトカメラやっていきます。
こんばんは。どなたかいらっしゃいませんか。過去ここで悲しい事件が起きていると聞いています。今こちらどなたかいらっしゃいませんか。ということで、汚染転がしに来ておりました。なんかね、ずっと鳥フィールドも静かだし、ペットボックス入らないし、多分霊的なものはいないんだと思います。ただ崖超危険なので、それが怖いんだと思います。夜空を見上げたり海を眺めたりするにはちょうどいいんではないでしょうか。今回の心霊巡業はここまでとなります。また次回の心霊スポットでお会いいたしましょう。バイバイ。